こんばんは、パーソンズレディよ。毎日23時開店のスナックパーソンズへようこそ。お酒の準備はできたかしら。それじゃ、乾杯。くるみです。1993年生まれ、3月10日の28歳です。星座は魚座、血液型は A型。今はカナダのトロントにあるコンテンポラリーダンスを学べる学校に通ってて、今年の5月に卒業予定です。私YouTube チャンネルも持ってるので、ぜひ覗いてってください。現在はコンテンポラリーダンスのことを勉強しながら、カフェでバリスタとして働いてます。皆さん素敵な夜をお過ごしかしら。今週のパーソンズはカナダのトロントでコンテンポラリーダンスをしているくるみちゃん。エピソード1ではそんなくるみちゃんの小さい頃の生い立ちから大学に入学するまでのストーリーをお届けするわ。なんだかくるみちゃんの笑顔って見ているだけで幸せな気持ちになるわ。それじゃ今晩もゆっくり楽しんでいってね。父母と2個上のお兄ちゃんがいます。お兄ちゃんは今はポーランドでクラシックバレエダンサーをやってます。プロで一応ダンサーとして働いてます。お父さんはサラリーマンしてたけどちょっと病気で今は自営業してます。お母さんは普通に専業主婦です。うちの家族の中で一番強いかな、憧れかな。ミーの憧れの女性ですね。強い女性です。生まれは大阪の堺で生まれたんですけど、小学校ぐらいに和歌山に引っ越して、幼少期は結構和歌山で過ごして、でまた大阪に戻ってきて、そこから結構転々としてるから、お父さんが転勤多かったから地元っていうのがないかな。どっちかっていうと和歌山が地元って感じ。もう木登りしたり、もうめっちゃやんちゃやったし、なんかおままごととか結構自然多いところで遊んでたから、自由にのびのび過ごしてたと思う。3歳からバレエ始めて、お母さんがもともとバレエやりたくてけどできひんかったっていうのがあったから、お母さんの夢やったんやと思うけど、バレエ教室連れてってもらって、そこからずっとバレエしてて、小学校2、3年ぐらいで多分大阪出てきて、そのぐらいから多分バレリーナになりたいって多分思い始めて、小学校ぐらいから。でも小学校の頃は全然まだ学校も楽しかったから、普通に共学やったし、多分小学校が一番恋愛してたんちゃうかぐらい恋愛してたし、みーの人生の中で青春やったのは逆に小学校って感じで、中高はほんまに収録とか四六時中バレエのこと考えて、やっぱりバレエって厳しい世界やからさ、全然ご飯とかもあんまり食べへんようにしてたりとか、なんかでも結構今考えたらちょっと健康ではなかったなって感じ。なんかそういう体的な意味じゃなくて、なんか精神的にもめっちゃ負けず嫌いやったし、めっちゃ気強かったし、なんか普通に友達はおったけど気強いなってイメージやったと思う。その頃のミーとかのことを知ってる人は多分。なんか高校の時にシネマ研究部すんなか、結構幽霊部員多い系やったし、週1で映画見れるみたいな、そういう単なる楽しい部活やったから、それやったら週1ぐらい別に部活行けるやろうと思って行き始めてんけど、でも結構なんか燃えた時期があって、部活に全国の高校の映画コンテストみたいなのも出したし、なんか映像作ってみたいな、お芝居してとか、ストーリーとか全部考えて、脚本とか監督とかして、ミーが主役で撮った。昔からお芝居とか表現することに多分興味あったんやと思う。ずっと別にそれもなんかお芝居したいって始まったわけじゃないねんけど、なんとなく島は研究部入って、なんとなくやってみようかってなったら、多分なんとなく楽しくってみたいな。でも実際女優になりたいなと思った時もあって、事務所とか受けてる時あったんです。でなんか事務所の 社長さんみたいなのに、女優さんになれるかどうかは分かれへんけど将来大物になれると思うよって言われた。でなんかおしゃべりが多分上手やったから、その時もなんか人前でしゃべるのにあんまりこうあれやったからかな。多分お芝居のお稽古とかも行ったことがあって、でなんか才能ないわって思って諦めたって感じかも。なんかそんなに本気で
やりたいって思ってたわけじゃなかったけど、まあちょっと興味本位で、女優さんとか面白そう、表現とか面白そうって思って、多分クラス行ったらなんかお茶碗になりきる芝居とかやってて、これちょっともう身に入り込めへん、なんか今やったらなんか入り込めるかもしれんけど、その時まださ高校生とかやからさ、やっぱりちょっとなんかやってることもよう分からへんしさ、お茶碗になりきられへんってことは向いてへんねやと思って諦めた。ことはいっぱいあるいっぱいある、もう数えきれん。それじゃあまた明日、おやすみなさい。